ゼータガンダムとは、アニメ、機動戦士ゼータガンダムに登場する、初めてガンダムに変形能力を持たせた愛の金字塔なのだ。機動戦士ガンダムの本放送から早5年、ガンダムの続編が放送されるって言うんで、みんなワクワクしていたものだよ。なんせ、ガンプラブームを経験していたと言っても、ファーストガンダムの本放送なんて見てやしない。地方局のアニメの再放送なんて、急に放送をやめたりするもんだから、まだ前話なんて見ていなかったんだよね。レンタルビデオショップなんかもまだ出だしたばかりの頃だしね。当然ガンダムのビデオなんてあやしない。あってもレンタル料が一泊二日で2000円くらいが相場だったからね。アニメのフィルムブックが唯一の情報源だったのさ。これは絶対見逃したらいかんですよ。そんな中、いろいろと仲間が情報を見つけて自慢げに話すわけだよ。今度のガンダムは変形するらしいぜ。バルキリーみたいなやつじゃないかな？へぇ。知ってるか？今度の主役は、あのジョニー・ライデンなんだとさ。へぇ。みたいな感じだったね。ほとんどがセネタだったけどね。アニメが始まってみると、主役はカミーユとかいう暴力少年。1話のラストでは車を盗んで逃避行だー。吐いたセリフが、こんなことしちゃって、俺、どうするんだ。だぜ、どうしようもねえじゃん。何これ？このアニメどうなってんの？ガンダムマーク2も黒くて、雑誌に載ってたやつとなんか違う。大河原版のガンダムマーク2を見慣れてたからね。肝心のゼータガンダムの情報は全くなし。どうなってんだ？ゼータガンダムの情報が初めてメディアに出たのは、コミックボンボン増刊の機動戦士ゼータガンダムを10倍楽しむ本だったのさ。本には4月15日時点で入手した最新情報です。なんて書いてある。設定資料の一部が数カット載ってるだけなんで、どうやって変形するのかは全然わかんねえ。しかもゼータガンダムのディティールも若干違ったんだよね。そんな中、ついにテレビにゼータガンダムが登場するんだけど、変形シーンがよくわからねえ。このシーンだけをビデオでコマ送りしたモデラーがどれほどいたことだろうね。部位ごとの移動はわかるんだけど、どうやって移動してるのかがさっぱりだ。144分の1キットはプロポーション優先のキットだったんで、変形パターンは分からずじまい。もう100分の1キットに期待しまくりだったのだ。まだキット化されるかどうか分かんなかったんだけどね。なんやかんやで100分の1のゼータガンダムが発売されたのは10月くらいだったっけ？フルアクションゼータガンダムと呼ばれたそのキットを見たとき俺は思ったね。なんじゃこの垂れ乳は。全体で見るとかっこいいんだけど、バカでかい胸のパーツが全てを台無しにしてらっしゃいますぜ。おまけに、ボディの中身が空っぽなんじゃ。そうなんだよね。おふざけでもなんでもなく。設定上そうだったんだよね。こんなんで変形パターンなんてわかるわけねえじゃん。まさに、本当の意味でのモナカキットだったのだー。どちくしょう。でもね、プラモの解説書を見たことで、初めて正確な変形プロセスがわかったぜ。つまり、パーツを移動させるフレームの強度が重要ってことなのか。うん、わかった。俺には無理。潔く諦める俺。ボディを小さくすればかっこよくなりそうなんだけど、意外に全体のバランスを崩しそうだぜ。どうも、ウェーブライダーに変形した時に、コックピット部分をシールドに挟み込む時の長さが足りなかったみたいだね。バンダイさんも結構悩み抜いたに違いねえ。うん、もうタレチチでもいいや。タレチチ最高。タレチチも見慣れれば結構良いものだよミナノシュー。変にいじって変形できなくしたらシャレにならんですよ。キットの特徴なんだけど、箱も説明書もとにかくでかいぜ。高揚感が半端ないんだけど、説明書がでかすぎて結構使いづらいったらあやしない。脚部を腰に直接はめ込まない機構を初めて採用したキットなんで、当時は違和感ありまくりだったね。細かいパーツも多いんで、変形時のクリアランスを考えながら組み立てないと、塗装が剥げちゃって悲しい思いをするのだー。何気に指が一本ずつ稼働したりするんだけど、サーベルやライフルなんて満足に持てやしないのさ。肩も干渉してポーズをつけづらいねー。塗装は、脚部と腰アーマーを白く塗装するところがかなり面倒。スプレーを使えたら簡単なのは言うまでもないのだー。まあ、押し入れに眠ってるなら組み立ててみるのも一興だねー。初期のマスターグレードよりはゼータっぽさはこっちが上だと思うぜ。多分。